こちらです。これはちょっと漢字が入ってそうな感じ。ああ、なるほど。イケメンとおふざけさんがコンビ。あ、漢字ね。漢字入ってそうな気するな。あー、なるほどな。そうだね、漢字っぽいね、確かに。ほんま知らんわ。吉本？もう全部東京の方ですか？あー、ちょっとそこまでわかんないですけど、全部吉本の芸人さんにしております。いや、でもこ俺まだ横文字の匂いもすんな、ここ。なるほど、うん。ブラックボーイズ。いや、そういうことじゃない。感じやけどね。ブラックボーイズ、うん、いや、この左側のこの彼の頭とかはやってください。あ、ブラックっていうことは俺使わない。いや、だから俺逆にかなと思って。うん、なんかちょっと攻めてるっていうか。なるほど、なるほど。可愛らしい名前というよりも、なるほど、まあ、ボーイズが可愛いからちょっと攻めてる人、はいはい、だから、ちょっと毒舌のネタだとか、はい、なるほど。いや、こうちょっと野生にあふれる感じと、はい、このイケメンのだったら、はい、流れ星いるやん。全然いるやん。で、こんな感じやけどね。中平さんとね、わかるよ。ひねろうやじゃん。もういいっすか。いるから流れ星はね。いいっすか、答え。ドイツ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 。これは引き分けや。これはなんと引き分けかな。引き分けっすか。最後にしますか。当てたいな、これ。いや、当ててほしいっすよ。